ピーントーン、チンとかパンテカピンテカパンテカ。はい、どうもこんばんは。猫ともやってこう。いやー、皆さんお待たせしました。癒し動画のお時間ですよ。いや、もう癒し動画ってより癒し実況だね。新しいジャンル、癒し実況の完成だわ。まあ、多分誰しもが俺の猫友を低俗だと思ってるだろうけど、俺はそんなことは思わない。ずっとこの先もこのシリーズは癒し実況、そう思ってやりつつ。かわいい、かわいいな、おめえらほんとかわいいな。もしもし天狗ちゃん、もしもし、癖ある言い方すんな、賞金首。はい、天狗です。でもね、この電話ごっこがまた癒されんだよな。あの、いや、お前から電話かけといてなんで言葉詰まってんだよ。そうだ、好きな飲み物は何ですか。なんだそのくだらねえ質問、なんだそれ。電話して聞くことか。好きな飲み物は、うん、ひよよよよよさんのお家のお水です。うちの水なんだ。めっちゃ普通じゃねえかよ。めっちゃ普通だな。でも猫ってさ、水以外何飲むの。アクエリアスとかって飲むのかな。飲まないよな。抹茶入り玄米茶とか。賞金首もひよよよよよさんのお家のお水好き。確かになんか水が好きなイメージあるな、猫って。一緒です。一緒だね。俺もめっちゃ水好き、うん、一緒。じゃあ俺もだから、みんな一緒じゃん。ひよよよよさん、ひよよよよよさんは何が好き。俺ね、水、お茶、コーラかな。ひよよよよよ、アクエリアス、アクエリアスも好きだね。好きな飲み物知りたいです。すごいしょっぱかな。ひよよよよよって言ってくるね。教えてあげよう。どうしよう、水かな。泥が好きなのね。今急に冷めてなかったか。お前泥っていう時すげえ冷めてなかったか。そうです、泥水でもない、泥だわ。もしもし玄蔵ちゃん。玄蔵ちゃんに何を言うの。はいです。ひよよよよよさんが好きな飲み物は泥だよ。いいんだよ、広めるな広めるな。俺が好きな飲み物泥だっていうことを。泥ですね。なんでお前は喜んでんだ。じゃあ、賞金首ちゃんの好きな食べ物は何です。もうちょっと話広げろ。お前らが聞いてきたんだぞ、俺の好きな飲み物。なんで俺が泥って答えたとすぐ次の話題言ったんだよ。賞金首はお魚が好きよ。ああ、でもお魚好きっぽいな。猫はそんな感じするね。お魚は原稿も好きです。ああ、でも好きな食べ物も飲み物一緒なんだね。ひよよよよよさんの好きな食べ物も知りたいです。どうせ教えてもすぐ次の話題に行っちゃうんだろう。教えてあげるけどすぐ次の話題行っちゃうんだろう。牛タン、牛タン。あ、やセクシー卵が好きなんですね。何セクシー卵って。やばい、久々にミスったかもしんない。いや、セクシー通んのか。セクシーは通んのか。そうだよな、セクシー別に卑猥じゃねえもんな。そうだよな、セクシーは。そうだよ、大人っぽい夢は。いや、なんだセクシー卵って、なんだセクシー卵って。もしもし賞金首、もうこれに関してはすぐ次の話題言っていいわ。はいはい。キヨヨヨヨヨさんが好きな食べ物はセクシー卵です。で、どういう感情で言ってんだろう。知らない食べ物だなって思って喋ってんのかな。セクシー卵なんだね。なんだセクシー卵って。そうなるわ、そうなるわ。黙っちゃうよな、そりゃそうなっちゃうわ。ごめんね、ごめんね、俺が変な感じになっちゃって。ほんとすみません、すみません、謝りますから、謝りますから許して。スマホ、スマホ、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう。一気に話を変えてくれた。ありがとうはね、金玉じゃって言うなよ。言わねえんだよ、賞金君。今更だけど言わねえんだよ、金玉じゃんって言わねえんだよ。ひよよよよよさんが教えてくれたの。ごめんね、飼い主がおかしくて。金玉じゃ、力強く言ったな、現像今。金玉じゃんって。ほんわかだよね。しねえよ。ほんわかしねえって。だからほんわかは。じゃあ、またね。どういう終わり方だよ。はい、またお電話したいです。あ、でもこれで仲良くなってきてんのかな。金玉って言ってるからな。スマホのおかげで、うん、賞金首ちゃんともっと
お話できました。あーでもよかったね、仲良くなった感じするもんな。一緒のこともまた増えたです、うん、あ確かに同じ水好きだったりさ、お魚が好きだったり、まあでも猫って大体そんな感じするけどな。もうちょっとなんか好きな漫画とかさ、よかったね、もっと増えるよ、よかったね。はいです、一緒のことが増えると胸ほんわかしてくるです。え、これどうなんだろう、最終的にこのさ、現像と賞金首は仲良くなったらどうなんの。仲良くなりすぎて一匹になっちゃうのかな、一つの体になっちゃうのかな。フュージョンすんのかな。賞金首ちゃんとまたスマホでお話ししたいです。あーでももう次はスマホじゃなくて普通に話した方がいいんじゃない。ちゃんと目と目を見て、スマホばっかりで画面越しじゃなくてね。4時半になった。ひよよよよさん、教えてほしいことがあるんです。すげえ首振ってたけど、目の前にいんのに。え、なんか現像パートすごく多くない。お出かけから帰ってきた時の言葉を教えてほしいです。俺でもこれ、いってらっしゃいだっけ。いってらっしゃいはなんか働けよみたいな感じのさ、結構普通のワード入れてた気がすんな。これせっかくだから帰ってきた時も似たような感じの言葉にしよっかな。金くれって言うんですね。口悪口悪働けよって言って働いてきて帰ってきたら金くれ、口悪。お前ら口悪。この前、うん、お出かけから帰ってきたけど、うん、何も言わずにいたら。何も言わずにいたんだ。あ、でも俺働い、あ、そっかそっかそっか、社会人っていう設定でやってんだった。賞金首ちゃんのことびっくりさせちゃったんです。ああ、そういうことね。まあ確かに、これからはちゃんと金くれって言って賞金首ちゃんを驚かせないようにするです。だいぶ驚くぞ。仲良くなってないんだろう、いきなり金くれって口も悪いし、だいぶ驚くぞ。しかも賞金首ちゃんだからな、突き出されんじゃねえかと思うと、きっと賞金首ちゃん、もしかして捕まえんのかな私のことってなるよ。なぜこれで好感度が上がるんだ。セーブしてる。あーどうしようかな、だったら他のなんかおしゃべり増えてんのかな。さあ、あ、種を見つけた、教えてよく見る。じゃあこれやっちゃうか、教えてよく見る番組。このお家に来て初めてテレビをじっくり見たです。俺ね、じっくりっていうかもうテレビずっと見てるよ、大好きだから。ひよよよよよさんがつけてるテレビ、うん、面白そうだなって思ったです。あ、本当、もうずっと見てるからね、テレビもう異常レベルで見てるかもしんないわ。現像もちゃんと見てみたいので。でもわかるんだね、テレビの面白さ。ひよよよよさんがよく見るテレビ教えてほしいです。あれ、俺ちょっと待って、とんでもないことに気づいてしまったかもしんねえ。この猫友の猫2匹ってさ、もともと人間だったんじゃない？なんかもっとそんな危ねえ設定にするわけねえか。教えてあげよう、俺がよく見るテレビ。え、なんだろうな、めっちゃ見るからな。お母さんと一緒をよく見るですね。すげえスムーズに言ってる。一緒はどんなテレビですか。なんとなくさしてくんねえのかな、あんま聞いてきてほしくねえな。ニュースバラエティアニメ、それ以外、ニュースバラエティアニメまあそれ以外だね、それ以外に当てはまるよな、きっと。いや、ニュースでいくわ。俺にとってお母さんと一緒はもはやニュースだわ、一種の。お母さんと一緒はニュース番組なんです。ニュースを見てるといろんなことがお勉強できるって聞きました、うん、そうだね、ニュース見てると頭良くなると思うよ。現像もニュース見てみたいです。ニュース見てみたいって言っちゃってるじゃん。お母さんと一緒見てみたくない感じになっちゃってんじゃん。ひよよよよよさんが、うん、お母さんと一緒を見るときよかったら声かけてくださいです。どんな感情で見ればいいんだよ俺お前と。現像、俺お前とどういう感情でお母さんと一緒見ればいいんだよ。なんでそんなにウキウキなんだ。お、あー、教えて、番組に出てる人、あれ、これ今テレビだったよね。ひよよよよよさんは、うん、テレビでお母さんと一緒をよく見るですよね。まあよく見ますね、お母さんと一緒。それで教えてほしいことがあるです。何教えてほしい。お母さんと一緒によく出てる人って誰ですか。お母さんと一緒によく出てる人、
お母さんと一緒によく出てる人か。お母さんと一緒によく出てる。お母さんと一緒によく出てるのは暴走キッズなんですね。暴走キッズよく出てる。今ってどうなんだろう、お母さんと一緒のさ、最後なんかみんなで踊ろうみたいなのでさ、暴走するキッズいねえのかな。暴走キッズはかっこいいですか。かわいいですか。なんかチーマーみたいな名前になっちゃった、そういうやつらに。暴走キッズは、暴走キッズはかっけんじゃねえかな、やっぱり自分を持ってるっていうか、やっぱそこでね、他人に流されない感じでね、みんなが踊ってても踊る、俺は踊らねえみたいな感じだからな、あいつらは。暴走キッズはかっこいいですね。かっこいいよ、暴走キッズは。どんな風にかっこいいのか気になるです。気になるんだろう、すげえぞあいつら。最後みんなで踊ってんのに一人だけ踊んねえから。きよよよよよさんよりかっこいいですか。どうだろうな、なんだかんだ俺担任流されるから暴走キッズには入らねえかもしんねえな。かっこいいは憧れなので。目がハートになってる。暴走キッズを見るのが楽しみですお前それ野獣馬的味方だからね。もうお母さんと一緒や暴走キッズのこと教えてくれてありがとうです。どういたしましてすごい、今日一つも下ネタをなく行かせてもらってますよ、えらい。待って、今エピソードまた増えたな。下ネタなしでもやっぱできるもんなんだな、このゲームって。意外といい、どんどん進んでいく。結構進みやすいね。あ、なんだっけ、おもちゃを使ったりとか遊んだりしてないのに進むな。ヨヨヨヨヨさん、どうした。今日、桶狭間の戦いをお散歩したらね。お散歩するもんじゃねえんだよ。お散歩するの、お散歩するのよくできたな。よく知らずに帰ってきたな。本当にスマホで電話してる人見たよ、桶狭間の戦いで。何その都市伝説みたいな話、ちょっと気になるわ。現像は、桶狭間の戦いをお散歩したです。相変わらず舐め腐ってんなお前ら、戦国時代を。桶狭間の戦いでもスマホでお電話してる人いたです。今聞いたよそれ、賞金首から。全く同じ話を、全く同じトーンで来たな。あとね、うん、スマホとにらめっこしてる人もいたよ。あー、まあそうだよね、スマホいじってる人多いからね。そうそう、スマホをじっと見てる人いっぱいでした。いや、おきはさまの戦いでスマホじっと見てる人いっぱいだろうか。何やってんだそいつら、戦い戦勝つ方法とかでググってんのか。電話じゃないこともできる、スマホでいろいろ見られる。まあ電話じゃないこともできるからね。え、そうなの。スマホって電話だけじゃないの。電話だけじゃないんだよ。もしかしたらテレビとか見てたのかも。あ、でも今あんまスマホでテレビ見てる人って聞かないな。そのワンセクが初めて出た時はすげえ盛り上がってたけど。ほんと、あんなに小さい箱でテレビ見られるなんてびっくり。びっくりだよね。本物のスマホはすごいね。このスマホも本物にならないかな。何その遠回しに買えって言ってんの、もしかして。おいおい、待って待って、自分のキヨヨヨヨのはまだしも、賞金組と現像3台分払うのか、たけえな。おい、ちょっとどの目線、目を見て言えよ、欲しいなら。スマホさん、スマホさん、おもちゃから本物になってください。何それ、何急に、何急に集中線そんなに出して、 BGM 消して。現像のお願いです。え、ね、え、あれあれね、やめろクソみてえな茶番。なんだそれ、お前何やってんだよ。お前嘘だろ、お前それで本当にスマホになってるとかそういう流れ絶対やめろよ。おもちゃのスマホから本当に音聞こえてるよ。どういうストーリーなんだよこのゲーム、どういうこと。わわ、現像のスマホからもです。いや、おめえが願ったんじゃねえかよ。え、現像何、そういう力持ってんの、願い事。え、だったらちょっと俺の願い事も、下心満載の願い事も叶えてくれよ。本当に本当です。すごわ、本当だ。現像ちゃんのスマホからも
本当に音聞こえる。何この BGM。 おもちゃのスマホだったのにどうして。ちょっとあ、でもこういうことか。いや、いいね。ちょっと謎めいたことが出てくるっていうのもいいね。ストーリーが進んでんな。どうしてでしょう。あれあれね。お前江戸川コナンばりに下手くそだな。あれれって言ってんのと一緒だぞ。なぜか時計が壊れてしまったようです。あ、この時計に不思議な力があったんだ。ああ、でも壊れたってことは1回しか叶えられなかったってこと。じゃあでもまあ賞金首の分がまだ残ってんのか。現像の時計いつの間にか止まってます。なんだろうね、この時計にその秘密が隠されてんだね。さっきまで元気だったのに。さっきまでって、もしかして現像ちゃんの時計がスマホに元気をくれたのかも。いや多分そうだと思うよ。すごいパワーだな。そう、そんなことあるです。きよよよよよさん。いや知らん知らん知らん。この世界のこと知っててもお前の魔法に関しては知らんよ。時計がパワーくれたんだね。時計金玉ちゃんだね。ふざけてんのかお前。はいです、現像の時計金玉ちゃんです。金玉じゃん、現像ちゃんの時計。悪口だ。ただの悪口言ってる。おい賞金首、この文章だけ見たら最低だぞお前。金玉じゃん、現像ちゃんの時計って。現像ちゃんの時計は現像ちゃんのお願い事を聞いてくれたんだね。そういうことだね。優しいな時計ちゃん。でも大丈夫、時計止まっちゃって。確かに時計止まって。でも時計が何なんだろうね結局。大丈夫です、この時計はもう使わないと思ってたですから。そんなになんか大事そうにぶら下げてんのにね。大丈夫です。めっちゃ落ち込んでんじゃねえか。大丈夫じゃねえやつの大丈夫の言い方だぞ今の。そっかそっかって、いや空気悪っ。なんか重い空気が、重い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 。元気出せ。おいおい元気だ、こっちみんな頼るな。あとはあなたがどうにかしてみたいな空気出すな。元気出せ、頑張れ、頑張ろう。あの賞金首ちゃん、何を言い出すんだこいつ、怖えな。実はスマホじゃなくてちゃんとお顔を合わせてお話ししたいことあるです。お、今今すごい不思議な現象起こったのに。なに。現像もこのお家に一緒に住んでもいいですか。いやもう俺がいいって言ってるからいいんだけどな。まあいい、まあ一応ね、そうだね、賞金首にも聞いとかなきゃいけないもん。でもちゃんと顔見合わせて、顔合わせてはいねえけど顔見てちゃんと言ってんな。ここ賞金首ちゃんの縄張りだから。違う違う、言い方がおかしい。いいよ。お、早っ。ほんとですか。悲しい BGM が流れてきてる。うん、みんなでいるとほんわかするもんね。ほんわかするね。俺も楽しいよ、賞金首と現像と入れて。ここはキヨヨヨヨヨさんと賞金首と、それからうん、現像ちゃんのお家。そうだ、優しいな賞金首。わあ金玉じゃん。多分世界一この BGM に合わないワードだろうな。キヨヨヨヨヨさん、うん、いいって言ってもらえました。いやーよかったな、これで一緒に暮らせんな。っていうか俺が一番権限持ってるはずなんだけどな。よかったね、みんな仲良くしようね。仲良くしたいです。うん、賞金首ちゃん、キヨヨヨヨヨさん、改めてよろしくお願いします。あーしっかりしてんな。よろしくね現像ちゃん。お、先輩面してんな。でもいい感じのコンビになりそうだな、この2匹は。結構楽しい感じがしてくるわ。キヨヨヨヨヨさん、ちょっとご相談があるんです。現像お前相談ばっかじゃねえかよ。俺で相談所じゃねえぞ俺は。現像の懐中時計、うん、動かなくなっちゃったんですけど。あ、壊れちゃったって言ってたもんね。大切なものなので
なくしたりしないように、うん、ちゃんとしまっておきたいんです。どあ、持っててくださいみたいな感じ。宝物箱いる？その辺に置いたら？その辺に置いておくと壊しちゃいそうで。確かにね、宝物を入れる箱みたいなものがあったらいいなって。もう宝物箱が欲しいんだよね。そうだよね、現像宝物箱より。しょうがないな、しょうがないね。嬉しいです。もう特別サービスだよ。お、なの聞いたよ。懐中時計しまうの？ちょっとなんか仲いい感じになってんじゃん、2匹とも。ひよよよよよさんが宝物箱作ってくれる。あ、俺が一から作んなきゃいけねえんだ。ちょっとめんどくせえな。なんかその辺の箱でいい？賞金首ちゃんも懐中時計入れますか？でも賞金首ちゃんの方はさ、壊れてないわけでしょ、まだ。そうだね、現像ちゃんが言った通り、うん、もう使うことはないと思う。そんなに大して大事なものじゃねえの、もしかしてこの時計。大切なものだもんね。一応なんかさ、ちょっとなんて言うんだろう、わかりやすいけどね、時計をつけてる猫みたいな感じで、それが猫友の2匹って感じがするけどね。はい、一緒に使いましょう。じゃあ2つしまっとく。宝物箱っていう、ああなんか普通の猫になっちゃった。お家の周りにも慣れてきたし、すごい普通の猫になっちゃった。時計つけない、やっぱりね。普通の猫になっちゃったよ。結構縄張りのパトロールに行きたいのよ。ああ、縄張りのパトロール。これ外出れんの、もしかして。お家の周りに問題がないか見に行くのって大事なんです。これ外行けんの？でもお出かけするならひよよよ。ああそういうことね。わあいいな、この猫に行きと。猫ってね、一匹で勝手にどっかパーって行ってパーって帰ってくるイメージあるけど、いいよ、一緒に行こう。だからこの選択肢はいらねえだろ。一緒に行こう。やったー、一緒にお出かけしようね。お出かけしよっか。ひよよよよよさんと、うん、現像と賞金首ちゃんでお出かけするです。わー、かわいい。マジでこの2匹とお出かけしたい。もちろん、ちゃんとパトロールするよ。そうだね、パトロールしよっか。異常がないかチェック。まあ、世間から見たらこの2匹が異常なんだけどな。二足歩行でめっちゃ喋って。まずはお家の近くの町からパトロールするぞ。町に行けんの？え、これ行けんの町に？あ、すげえすげえ、お出かけをしてます。だって、あ、すごっ。なあ、町の縄張りパトロール選んでみますね。やばい、めっちゃ面白いんだけど。あ、来た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 。パトロールだよ。パトロールしながら素材集めましょう。たくさん素材集めていいことがあるかも。ゴールを目指してパトロールをしましょう。おう、ルーレットを回して進む数を決めましょう。いろんなマスに止まってたくさん素材を集めましょう。ゴールまでたどり着くと特別なイベント。すごい、こんなのあるんだ。ルーレットを回す。ゴールを目指すです。はい、2、1。幸せですね。幸せだね。なんだこれ、何が起きるんだ。スコップを持っていないので素材を探せませんでした。ショップでスコップを買ってプレゼントすると。ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえ。お前最初のイベントぐらいちょっとサービスしてくれや。落ち込むわこんな。ドキドキ。じゃあ次1やってみる。1、1、あ、2になっちゃった。あ、これでも目押しできるんだね。幸せだね。2に行こう。ゲットだね。ゴミだよそれ。いらないよ、いらない、いらない、いらないんじゃない。すごい喜んでるけど何の感情もなくいったな。お散歩だね。1で生きてない、1で生きたい。1、1、1の時がある。1、1、次の1だな。はい、ここだ。このハテナは何なんだ。喉乾いてない。すごい、すげえ気使ってんな。なに、あー、カラス怖い怖いね。何やって、どうにかして、どうにかして、どうにかして、ね、どうにかして。俺無理無理無理、俺無理。どうにかして。なら、ナイス。お前完璧だわ、よくやったな羽さん。いや、いいいいいい、来るよ、またカラス。怖えもん、怖えよカラス。次2位やってみっか。どこまで行くです。あ、1位になっちゃった。もう俺のルーレット押すの下手くそすぎないか。でもこれ一応アイテム回収していくのって大事だよね。発見したね。で、これなんかさっきのこのルーレットの最後の方めっちゃ気になるんだけど、あいつ何、どこまで行く。あのぬいぐるみ。次1で行きたいね。はい、1で行こう。さあ、虫眼鏡マーク。疲れてないです。疲れてないでしょう。なんだこれは、虫眼鏡必要かそれ。なんだこれ、やったね。なんかよく、なんかさっきからゴミ集めてねえかお前ら。おしまいかよ。おい、最後なのめっちゃ気になるんだけど、また今度やれってこと。おい、おしまいかよ。気に
になるな、気になるな。多分次回に続くんだろうな、あいつ。街で縄張りパトロールができるようになりました。お出かけできるようになりました。すげえ、思ったよりに広がりがある。やばい、しかも今日下ネタが一個もない。やっぱこういうのが綺麗なね、なんかセクシー卵ってなんだ。